なになに？一体どうしたの？あら？キュアミルキーが倒れてる。温泉でキュアミルキーが倒れてるなんて、一体何があったんだろう？これは湯煙事件ですね。え？湯煙事件？それ一体何なの？何者かがキュアミルキーをこんな状態にしたということです。おい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 。あ、キュアミルキーにまだ意識はあるみたい。キュアミルキー、一体何があったの？誰が犯人なの？私たちに教えて。およ、ルン。あ、キュアミルキーが完全に倒れた。皆さんよくご覧ください。キュアミルキーは私たちにヒントを与えてくれているみたいですよ。なんかキュアスターいつもとキャラ違うね。ヒント？あ、キュアミルキーの下に、なんだか紙みたいなものがあるわ。ダイイングメッセージってやつね。この紙を見れば、キュアミルキーをこんな風にした犯人が誰かわかるかもしれないわね。よし、じゃあダイイングメッセージ見てみましょう。何？おって書かれてるのかな？お？一体なんだろう？どんな意味があるんだろう？お。キュアミルキーが書き残した、お、おっていう文字がつく人かもしれないわね。私たちの中で、おっていう文字がつく人はいるかしら？あ、キュアコスモはアイドルの時、マオちゃんっていう名前だよね。確かに、マオのおっていうことね。キュアコスモさん、犯人はあなたですね。違うに決まってるでしょ。私なわけないじゃない。動画を見てるみんなも犯人は私じゃないって思うよね。犯人は私じゃないなと思ってくれた人はグッドボタンを押してね。あれ？動画を見てるみんなグッドをたくさん押してくれている。っていうことは犯人はキュアコスモでもマオちゃんでもないってことか。そうよ。私が犯人なわけないじゃない。動画を見てるみんな、グッドボタンを押してくれて、本当にありがとう。でも一体犯人は誰なのかしら？この温泉で起きた湯煙事件、キュアミルキーの残したメッセージ、犯人は一体誰なんだろう？事件が迷宮入りすると思ったその時。遠く寝たるん。キュアミルキー！キュアミルキーが生き返った。何言ってるるん。私はお腹いっぱいになって寝てただけるん。お腹いっぱいになって寝てただけ？でも、何か犯人の手がかりみたいなメッセージが残されてたわ。何か事件に巻き込まれたんでしょ？絶対そうでしょ、キュアミルキー。違うるん。私、温泉のおまんじゅうを食べて、お腹いっぱいになって寝てたるん。お土産にもおまんじゅう買いたいから、おまんじゅうって書こうと思って、お、まで書いたら、寝ちゃってたるん。ズコー！ちょっとちょっと、そのおって、おまんじゅうのおってこと？もう、マオのおって、私が疑われちゃったじゃない、キュアミルキー。およ、私の寝てる間に何が起こってたるん？みんな温泉に来て浮かれてるみたいるん。みんなは温泉に行っても温泉まんじゅうを食べ過ぎないように注意してね。プリキュア火曜サスペンス湯煙事件、これでおしまい。無事解決してよかったね。なになに？一体どうしたの？大変る。キュアスターが倒れてるる。ほんとだ、大変だ。どうしてこんなところに倒れてしまっているのかしら。みんなで恐怖の宿に泊まっていたら、いつの間にかキュアスターが倒れていたる。一体、キュアスターの身に何があったのかしら。ねえ、みんなよく見て。キュアスターが何かを書いて、その後に倒れてしまったみたいですわ。何を書いて倒れたのか、よく見てみるるん。これは、パって書いてあるのか？キュアスターのダイイングメッセージは、パ？もしかすると、パのつく人が犯人なのかもしれませんわね。でも、私たちの間にパのつく人なんていないよね。パのつく人、パのつく人、およー！私、犯人がわかっちゃったる。一体誰なの？キュアスターをこんな目に遭わせた犯人は、
一体どこにいるっていうの？今すぐ連れてくるる。一体キュアミルキーは誰を連れてくるんだろう。キュアスターをこんな目に遭わせた犯人は一体誰なの？連れてきたる。この人が犯人だと思うる。パルフェ。キュアミルキーに呼ばれてやってきたけど、一体何があったの？あ、キュアスターが倒れてる。大丈夫？大丈夫だなんて白々しいる。まさかキュアパルフェが犯人だなんて信じられませんわ。同じプリキュアにこんなひどいことをする人がいるなんて。何言ってるのみんな。もしかして私が犯人だと思ってるの？ソウル、だってキュアスターのダイイングメッセージにパって書いてあるルン。パがつくのはキュアパルフェのパルン。パルフェのパルーン。パって書かれてたから私が犯人なの？私そんなことしてないよ。ねえねえ、動画を見てるみんなはどう思う？私が犯人じゃないって思ってくれた人はグッドボタンを押してね。私犯人じゃないよね。グッドを押して。あら、グッドがたくさん押されてる。ということはキュアパルフェが犯人ではないみたいですね。当たり前じゃない。パって書いてあるからって私が犯人なわけないじゃない。およそうだったのか。じゃあ一体誰が犯人なの？恐怖の宿事件が迷宮入りしそうになったその時。およ、キュアスターにまだ意識があるみたいで。よいしょっと。あれ、みんな集まってどうしたの？キュアスター、無事だったのね。キュアスター、誰にこんな目に遭わされたの？みんなで犯人を探していたの。キュアスター、事件の真相を教えて。え？事件の真相？私、この恐怖の宿で、そこら辺に落ちてたパンを食べたの。そしたらお腹が痛くなって、倒れちゃった。ズコー！なんだ、落ちてるパンを食べてお腹壊したのか。じゃあそのパの文字は？これはパンのパだよ。パンでお腹壊したからお医者さんに行くときにパンって伝えようと思って書いたんだ。だけど途中でお腹痛くなって倒れちゃった。でももう大丈夫、すっきり。なんだ、パンのパだったのね。すごくびっくりしてる。こんな怖い恐怖の宿に落ちてるパンなんて食べちゃダメだよ。そうじゃなくても落ちてるものなんて食べちゃダメよ、キュアスター。えへ、そうだね。みんなも落ちてるものは絶対に食べちゃダメだよ。私みたいにお腹を壊して倒れちゃうかもしれないからね。プリキュア火曜サスペンス、今日はこれでおしまい。面白かった人はチャンネル登録もよろしくね。それじゃあ今日はこの辺で、ね、じゃあね、バイバーイ。どうしたの？何があったらって。大変なの。お化け屋敷に遊びに来てたら、キュアグレースが倒れてるの。大変。これはきっと事件だって。事件？キュアグレースがお化け屋敷で何者かにこんな風にされてしまったっていうこと？ああ、みんな見て見て。キュアグレースの下に何か文字が書いてある。ほんとだって。なんて書いてあるんだろう。み？白い紙に赤い文字でみって書いてあるよ。本当ね。もしかするとこれはキュアグレースが倒れる前に犯人の名前を書こうとしたダイイングメッセージなのかもしれないわ。きっとみのつく人が犯人だって。私たちの中でみのつく人はいないみたいね。ああ、私、犯人が分かったかもしれないわ。嘘嘘。誰誰？犯人の可能性がある人を今から連れてくるわね。一体誰が犯人だって？キュアフォンテーヌは誰を連れてくるんだろう。お待たせ。犯人を見つけることができたよ。およ、なんだるん？え？犯人はキュアミルキー？そう、キュアミルキーのミ。ミルキーのミが、ここに書かれてる。犯人の名前よ。まさかプリキュアの中に犯人がいたなんて信じられないだって。およ、なんだるん。突然呼び出されて犯人扱いるん。キュアミルキー、
あなたが犯人なの？身のつく人はキュアミルキー、あなたしかいないわ。およー、違うるん、私じゃないるん。ねえねえ、動画を見てるみんな、私、犯人だと疑われてるるん。私の無実を証明してほしいるん。私が犯人じゃないって思ってくれた人は、グッドボタンを押してほしいるん。動画を見てるみんなで、私が犯人じゃないって、グッドボタンを押してみんなに教えてほしいるん。あら？グッドボタンがたくさん押されてるわ。ほんとだ、こんなにもたくさん。ということは、キュアミルキーが犯人じゃないってことね。一体、誰が犯人だって、キュアグレイスをこんな風にしちゃったのは誰だって。あれ？みんな集まってどうしたの？キュアグレイス！よかった、無事だったのね。キュアグレイス、あなたをこんな風にした犯人は誰なの？犯人？何の話してるの？キュアグレイスが誰かにひどい目に遭わされて、その犯人の名前をここに書いた。そうだったよね。違うよ。じゃあキュアグレイス、あなたはどうして倒れていたの？この、みっていうメッセージは、一体何を表してるの？ああ、これはね、私、このとっても怖いお化け屋敷で、本物のお化けを見ちゃったの。お化けを見たから、見たよって、紙に書こうと思ったら、お化けが怖すぎて倒れちゃったの。ズコーン！なんだなんだ、事件じゃなかったのか。ねえ、キュアグレース、お化け屋敷に来てるんだからお化けを見るのは当たり前じゃない。でも違うの。お化け屋敷のお化けとは違ったの。きっと見間違いだよ。そうラテ、早くお家に帰るラテ。見間違いじゃないと思うんだけどなぁ。さあ、もうあたりも暗くなってきたし、帰りましょう。夕ご飯はハンバーグ食べよ。ハンバーグ？いいね。じゃ、みんなで仲良く。帰ろ。私が見たお化けは何だったんだろう。白くて、お目目がギョロッとしてて、すっごく怖かったんだ。このお化け屋敷のお化けじゃない感じだったんだけど。みんなはお化けに会わないように気をつけてね。夜遅くまで遊ばないで、早めにお家に帰んなきゃダメだよ。じゃあね、バイバーイ。動画を最後まで見てくれてありがとう。メリーからのお願いメリー。遊ぶ部の画面で、このチャンネル登録と書かれているボタンをポチッと押してほしいメリ。そう、YouTube のボタンをポチッと押すメリよ。そうすると、遊ぶ部の楽しい動画が毎日2本も見れちゃうんだよね。シールや塗り絵、いろんな動画がたくさん。おしゃれでイケてる動画が見つかっちゃうかも。楽しい動画たくさん用意してるので、チャンネル登録して遊ぶ部の動画いっぱい見るメリよ。そうそう、動画のここにあるアイマークをタッチすると遊ぶ部の他の動画が出てくるメリ。タッチしていろんな動画